今日もやっていきましょう河村勇樹プレシーズン3試合目シュートが入らない上に打たない問題でねまあ皆さんも指摘されてる通り、まあ、見てればわかるようにディフェンスはかなり平面のディフェンスはで高い位置からプレッシャーかけてるからあれやられると結構嫌なんだろうなっていうようなうんで NBA でもかなり上位のディフェンスだと思うんだけどペリメーターディフェンスに関してはただしスイッチされてポストディフェンスさせられたらもうこれはちょっときついよねっていうもうこれはしょうがないと だからまあ河村勇輝使う限りはこれはもう付きまとう、うん、ただセカンドユニットで使うってことを考えればまあそこまでやるかなってセカンドユニットならやるよねどう考えても、うん、だってエースがいないんだから相手に相手にエースがいないからまあ攻めやすいところから攻めようああだったらスイッチしてあのちっこいやつを狙おうだからそれが上等手段だと思うんだけどと まあだからそこの部分をどうするかで、でまあその時にカバーディフェンス、ヘルプディフェンスをしていけばなんとかなるんじゃないかっていうのを、この G リーグに行くか、2A 契約か、エグジビット10の契約なのか、ロスターに入れるかどうかよくわかんない人のためにやるのかなっていうのはちょっとそこは思わなくもない。で、ゲームメイク、パス、ドライブはもう完全に通用してる。これ NBA でも結構良い,い方なんじゃないのかなと思うんだけど、 だから、個人的にはデニス・シュルーダーとトレードして来てくれないかな。ニューじゃなかった、ブルックリンネ今、ニュージャージーネッツって言いそうになった。はい、ネッツだったら、今シーズンいくらでも負けてもいいんで、スイッチして狙われまくっても大丈夫ですっていう。 で問題はね、シュートを打たないことなんだけど、これはね、まあ、慣れるしかないっていう。うん。で、スリーが入らなくて、で、エアボールになってたのがあって、まあ、それは印象悪いんだけど、まあ、その後のスリーは、一応、リムには当たってたのもあったから、うん、まあ、悪くはないんだけど、できればね、ミドルジャンパーとか、フローターとか、まあ、ブロックされてもいいから、レイアップを打つとか、 その辺しないとねドライブのキレがないっていうかパスもねもう完全に読まれ出してるから途中からただザック・イディーとのコンビネーションも悪くなかったしあとね30番の選手とのコンビネーションも悪くなった気がするこの30番のジェフ・ハフってやつかなどんなやつって調べたらこの人ねスリーポイントバン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 決めてってでもんかでかいよねこいつと思ったら 2m16 あるんだよねうん ヨヘンナー選手をクマちゃんとは取ってきますねっていう。で、E の方は、まあ、だいぶ今回機能してたというか、まあ、シカゴブルズにリムプロというか、インサイドに強い選手いませんからねっていう。で、ここでちょっと川村勇輝面白いのが、BPM がね、チームで2位の17なんだよね、プラスの。で、まあ、ターンオーバーが2なんだけど、8アシストってことは、アシストターンオーバー比が4でしょう。 そんなに悪くはないぞと。で、スコッティ・ピッペンセカンドに関しては、アシストの意欲がないのか、またそもそもそういう才能がないのか、ゲームメイク的な。うん。で、シュートは決めるんだよね、この人。だから、185のシュートが決まるスコッティ・ピッペンセカンドと、シュートが決まらないんだけど、ゲームメイクまたアシストで、ディフェンスがいい川村ゆきさて、どっちを取るんですかっていう話になるよね、これって。 まあでも狙われまくることを考えたら、やっぱスコッティ・ピッペンセカンドになっちゃうのかな、普通のコーチの考えだと。だからそこで、あの、デニス・シルーダーと交換してくれませんかって、本当うん、二巡目指名権とかでもいいんで、この際。それぐらい河村勇気のネッツ見たいですね。ネッツぐらいじゃないのかな、河村勇気をスタメンで使って負けまくっても全然いいですってチームは。はい。まあ他にもね、スパーズなんかでも実は負けたそうな顔してるから。 まあ、ステフォン・キャッスルいるから、いらないかな。クリス・ポールもいいし、でも、クリッポとステフォン・キャッスルがいて、で、河村ゆきはそこで学ぶっていうのもありなんだけど、ただ個人的には NBA の試合に出続けることによって、慣れることがあると思うんで、あの、ジミー・バトラーとか、あと、カワイ・レナードとか、ディフェンスのいい選手って、試合出続けるんですよ。出続けることによって、もう、シュートのタイミングとか、これを打てば入るよねっていうタイミングを覚えてくるから、だからまあ、ディフェンスがいいという一点で、 使われないかなどっかでっていう。だからトレードされるのもありなんじゃないか。でも、グリズリーズのバスケ合ってるのは合ってるんだよね、これ。ムービングオフェンス。うん、モーションオフェンス。まあ、だから河村勇輝はひょっとしたらって思わなくはないのが日本人の欲目かなと。まあ、それもこれもシュートが入らないとねっていう。はい。で、まあ、ちょっと見ていきましょうと。スコッティ・ペップン、セカンドのスタッツ。大体いい10.7得点、2.7リバウンド、4.3。 アシスト。で、スリポイントが50%で入ってて、フィールドゴールパーセンセ、えー、フィールドゴールパーセンテージも52.4。これ、ガードとしては優秀な数字なんだけど、フリースローが66.7。3分の1。これ、あんま良くないですと。えー、バンダービルト大学。こんなんあるんだ。へえー。そりゃシュート入らなそうな名前なんだけどね、ディフェンスは良さそうで。でも、これ、河村なんですよね、シュートが入らなくてディフェンスがいいっていうのは。 で、これが185センチの77キロだから、ちょっとひょろいのかな。24歳だからもうポテンシャルがあるとか誘導とかじゃなくて、だから2番として使うのはどうかなっていう。で、ポイントガードとして考えたら4.3アシストで3.7ターンオーバー。ターンオーバー、アシストターンオーバー比そんなに良くない。1ちょっと超えるぐらい。で、スティールとかはまあ1やって、リバウンドまあこれどうでもいいとして。 19.7分出て、この状態。で、点は取れるけど、ゲームメイク、バッシング、アシストはそこら辺でもない。で、ここなんだよね。BPM がマイナス5.7なんだよね、この人。だから、この、貢献度ってやつがいくらあったとしても、これちょっと気になる。ひょっとし守備が悪いんじゃないのかな、この人。えー、まあ、この人の時間帯見てないんでね、っていう。まあ、当然ですよね、って <laughs>。はい。で、川村勇輝の方見ていくと、えー、14分のスタッツはミニム、 えっと、時間もらって、で、それで2.3得点、0アシ、リバウンド。ああ、これはもうすごいな。で、4.0アシスト。ただ、リバウンドね、この人ね、ブーチェニッチ相手にボックスアウトしてたから、だから、そういうふうな基本的なとこはできているから、まあまあまあと。やっぱ気になるのが、ポストディフェンスやられた時、スイッチで。で、スリーポイントが12.5なんだけど、これ8本打って1本でことでしょ。最初の1本だけっていう。で、フィールドゴールパーセンテージも、 多分2本入ってるか入ってないかでしょ。うん。で、アシストターンのオーバーけがね、これ4.0で1.3だから3ってことでしょ、これ。うん。だからこれ結構いいと思うんだけどね。で、BPM が2.3。はい。まあ、スティールとか少ないんだけど、今日してたけどねっていう。 ど、これ、ど、これどう見るのかなっていう。まあ年齢は23歳だから、スコティ・ピッペンセカンドの似てあるもんなんだけど、ね意外とね、身長がそこまで差がなければ、押し込まれてもなんとかなってるって持ちこたえてる面があるから、河村勇樹はその身長差のディフェンスのポストディフェンスさえなんとかしてしまえば、とりあえず置いといて損はないっていうところかな。まあ多分3途中でね、もう、 ほっとかれるとは思うんだけどでもそれをね高確率じゃなくても3本に1本できればうーん40%弱で決めてくれたらスタメンじゃなくてどっかの、うん、ロスター枠見えてくると思うでもこの BPM が2.3それからアシストターンオーバー比もこれすごくいいと思うんだけどねターンオーバーしないってことでしょでここが気になるんだよねうんスコーティ・ペッペンセカンド20分近く出ててサンオーバーが大体4弱してるってことは5分に1回してんのよこれ。 うん、で河村勇輝の場合は大体10分に1回するかどうかってところでしょこれ。だからねひょっとしたらひょっとするんじゃないかっていうふうにもう思わなくもないんだよねだからシュートが入らないからすごく印象が悪いでエアボールなんかもあるで慎重さを恐れてあのレイアップいかないブロックを恐れてでも一応パスは回ってるゲームメイクはできているアシストも稼げているでターンオーバーもしない BPM も高い。 これはね、人によってはこっちの方を評価する人も出てくるということで、まあデニス・リューダーとトレードしませんかっていう、本当、な、ネットじゃなくても、どっかタンクするチームのスタメンポイントガードで使ってくれませんかねっていう、うちの河村くんどうですかっていう。 ちっちゃくて男前で、で、なんか可愛らしいから多分人気出ると思うんだよね。アイザイア・トーマス的な何か。うん。で、そうやって出場し続けることによって得点の、うん、何、得方を覚えていくとかね。ファールのもらい方とか覚えたら、とていうかフリースロー100%だからね、これ全然いい感じだと思うんだよね。うん。まあ、ということで今回ね、河村ゆくクのプレシーズン3試合目、8アシストを決めた試合を見ていったんですけど、まあ、これはね、 うーん、未来があるんじゃないのかなって、川村ゆきくん。この身長さすごいよね。ただこの状態でキックアウトするんだよね。だから読まれまくって、いつかカットされまくると思う。ただ、河村ゆき、カットされそうだったらそこパス出さないんじゃないのかなっていう試合見てて思ったね。この人ね、すごくね、パスセンスがいいと。ノルクパスとか決めてたしね、イディに。まあ、ということで今回はね、川村ゆきの、ってもうそれさっき言ったので、失礼します。では。